広島修道大学広島競争中学校、高等学校を治む大競争中高全駅は、広島県広島市西区井の口4丁目にある、広島電鉄宮島線の駅である。駅番号は、M27。鈴邦女子大前駅時代の駅名標あたり駅は1941年7月、実践女学校前駅として、新規に開業した駅である。 駅名になっている実践女学校、すなわち、広島商業実践女学校は、同年4月、広島電鉄の前身である、広島ガス電機が法人を設置することにより、開校した女子教育機関である。広島ガス電機は1939年に創立30周年を迎えており、女学校の設立とそのための法人の設置は、 創立30周年記念事業の一環であった。当駅は、その後、学校の歴史とともにその名前をしばしば改めている。1943年に、広島実践高等女学校となった同校は、1947年に、鈴邦女子専門学校を併設、また学生改革により、新生の鈴邦女子中学校を併設した。この頃駅名は、 鈴ポー女船前駅へと改称される。ついで1948年には、新生の鈴ポー女子高等学校が設置され、1950年に、鈴ポー女子専門学校が、鈴ポー女子短期大学となると、駅名もこの頃鈴ポー女子大前駅へと改められた。公名及び駅名にある、鈴ポーは鈴が峰に由来し、法人の名称も1951年には、 鈴邦学園へと変更されている。その鈴邦学園は2015年、広島修道大学などを運営する修道学園と法人合併した。短大は学生の募集を停止し、中学、高校は広島修道大学附属林法女子中学校、高等学校へ校名を変更。これを受けて駅名は修大附属林法前駅へと解消した。 2019年4月1日には、同校が共学化し、広島修道大学広島競争中学校、高等学校に校名を変更。駅名も同じ日に、おさむ大競争中校前駅に変更された。二面二線の地上駅。線路の南側に、広電宮、島口駅方面へ向かう、下りホーム、北側に、 広電西広島駅方面へ向かう上りホームがある。上下どちらのホームにもスロープと手すりが備え付けられバリアフリーに対応している。駅の広電西広島方には西日本旅客鉄道と共同の踏切がある。この踏切は開かずの踏切であり歩行者の交通量も多く緊急の対策が必要な踏切として国土交通省によって リストアップされている。広島電鉄も2008年9月に拡幅工事を行うなど改良を施しているが、その後も死亡事故を含む人身事故が発生しており、安全啓発活動が行われている。以下の情報は、広島市統計所に基づいたデータである。1日平均乗車人員データは、 年度ごとの乗車総数を365で割った値を小数点2位を丸めて小数点1位の値にしたものである。広島電鉄のデータは1000で丸めて提供されているので、1年ごとではプラスマイナス500の誤差があり、1日あたりでは1.4人程度の誤差が発生する。八幡川を渡る。 宮島線電車駅前後は、西日本旅客鉄道山陽線との並走区間。駅西方で八幡川を渡る。対岸は、再帰区。井口地区の西端に位置し、北側は、丘陵部に、住宅地が広がる。南側には、新興住宅地と、その先は、数々の企業が集まる商工センターの西地区となる。 広島修道大学広島競争中学校、高等学校は北へ徒歩5分の距離。歴史説にもあるように、同校をかつて運営していた鈴ー学園は、広島電鉄の前身である、広島ガス電機によって設立された法人である。同学園は長らく学園理事、評議員の多くを、広島電鉄及び広島ガス関係者で占めるなど、 広電と関係が深かった。ありがとうございます。